はい、皆さんこんにちは、ラピッ TV です。本日はね、 MacBook へミラーリングする方法ですね。 iPhone を MacBook にミラーリングする、画面をミラーリングする方法をご紹介します。まずご用意してもらいたいのはライトニングケーブル、そしてこういったタイプ C から USB に変換するハブですね。ハブを用意してもらうといったものになります。現在今接続しております。そしてどうするかと言いますと、今日は有線でミラーリングする方法です。まず MacBook には入っておりますこちらのクイックタイムを起動します。するとこういった画面が出てきます。立ち上がりましたら、上のバーのクイックタイムプレイヤーの横のファイルをクリックしてもらって、一番上の新規ムービー収録をクリックです。するとこういったものが立ち上がってきます。それのこの録画の丸い赤いボタンの横にある下矢印マークみたいなやつですね、右横のやつをクリックします。すると最初は FaceTime HD カメラ、この内蔵のカメラになってますので、下の iPhone にチェックを入れてもらいます。ここですね、 iPhone にチェックを入れてもらいます。そしてマイク、音を出したかったらその下の iPhone にもチェックを入れてもらえばいいということになります。今回は下の iPhone のマイクの方には入れません。そしてこれで、チェックを入れてもらったら、それとデバイスがつながったということで、こちらの iPhone を起動してみます。オープンしました。そしてはい、こういった画面が今立ち上がりました。これで見事にMac へのミラーリングができたといった具合で、簡単にクイックタイムを使えばミラーリングすることができます。こういった感じでサクサクと動きます。こんな感じです。はい、また YouTube とかも見ることができます。これがミラーリング方法となります。 1.iPhone と Mac を接続する、いいですね。この順番を間違えますとダメですよ。 iPhone と Mac を接続したら、 Mac でクイックタイムプレイヤーを起動します。するとここにクイックタイムプレイヤーと出ますので、その横のファイルで、ファイルの一番上、新規録画するといった感じを、新規ムービー収録を選択します。そして詳細接続が出てきますね。赤い録画ボタン、その横を押してその iPhone を選べばいいということですね。接続したデバイス、それを選んでチェックを入れてもらえば簡単に出るといったものになります。そしてこれを大きくしたいときは、いつものようにこう大きくする、全画面表示をしてもらえば、こういうふうにど真ん中に現れてきます。はい、こういった感じでサクサクと動きます。こんな感じですね。まあ、タイマーにしましょうか。タイマーとかもこんな感じで出てきます。世界時計タイマーですね。はい、簡単にサクサクとこういう風に出るようになります、画面が。まあ、そしてこれが私の YouTube ですね。例えばこれだったらこういった感じで、はい、この画面がすべてこちらにミラーリングされているといったものになります。はい、こんな感じでミラーリングの画面が映っております。まあ、YouTube も見事に見ることができるこちら、ぜひ有線で MacBook にミラーリングする方法をご紹介しました。それではまた面白い方法がありましたら皆さんにご紹介したいと思います。今日は Mac でミラーリングする方法をご紹介しました。ではまたです。さよなら。